核化能法性派原性腫瘍は派原性腫瘍の一種で良性腫瘍である。多発する場合は、規定細胞母反症候群の一症状としての発生が多い。派原性核化能法として脳法に分類されていたが、新順性や再発率の高さ、増殖活性の高さから2005年の風分類により腫瘍として取り扱うようになった。臨床所見は、 エナメル上皮種と共通することが多いが、子根吸収は稀である。確定診断は病理診断にてなされる。表面が波状を示す。錯覚化重層扁平上皮で裏層されている。上皮の規定面は平坦で上皮釘足の身長は見られない。また、立方形から円柱形の規定細胞の削除配列が見られる。裏層上皮は乳頭管隆起を書き、 結合組織からの剥離傾向が強く、脳包壁内の上細胞や症状被害の存在と、合わせて、再発の原因とされる。単貌性、多貌性の境界明瞭な X 線等画像を有し、変炎は、ホタテ海上所見を呈することがある。CT 画像では、病変内部に不定計核化物が認められることがある。MRI では、通常内部が不均一な T1 強調像では、 低信号から中間信号 t に強調像では強信号を示し増影像では変炎の一層のみ増影されるエナメル上皮腫や含む派生脳法、試行脳法との鑑別が必要となる場合がある。初摘み由来の疾患で埋伏場と関係があると考えられている。規定細胞母反症候群による核化脳法性派原性腫瘍のみでなく症候群以外の症例でも ヘッジホックシグナル伝達経路の一つである PTGH 遺伝子の変異が報告されており、これと関係があるとする研究がある。主張が最も一般的な症状であるが、無症状で、歯科における X 線撮影にて偶然発見されることが多い。扁平上皮癌への悪性転換が発生することがあるが、極めて稀である。後発年齢は10から30歳代で、 発生頻度としては、男性の科学大級支部に多い。摘出後の再発が15から58%ある。全摘出術が行われるが、再発の対策に骨削除なども行われる。腫瘍の大きさが大きな場合には、改装術により腫瘍の縮小を図り、その後に全摘術が行われることもある。顎骨切除が行われることもある。ありがとうございます。